悪魔から子供を守る天使、ドメーニコフェティ1615年から1618年、五老守護天使は、一人数とについていて守り導く、天使のこと。神が人間につけた天使で、その守護する対象に対して、善を進め悪を退りけるようその心を導くとされる。聖教会など、キリスト教のある教派で信じられている。日本ハリストス聖教会では、守護神使ともいう。 出生時に与えられる守護霊の概念のキリスト教家されたものと考えられる。カトリック教会での守護天使の祝日は10月2日である。セイオズワルド教会の守護天使像、オーストリアキリスト教における守護天使に関する教義は、神学者トマス・アクイナスによって修正されている。トマスによると、すべての人々、クリスチャンであれ、それ以外であれ、たとえ滞在人であれ、 決して離れることのない守護天使がついている、とする。守護天使と、その守護する人間との関係について、守護天使は、人が自由維持を悪の方向に用いようとした時にも、それを止めさせることはしないが、その心を照らして良い方向に向けて、霊感を吹き込むことだけをする、という。さらに、守護天使とのコミュニケーションについて、人は天使に語りかけることが可能で、天使たちは、 その必要性、希望、欲求によって人間に語りかけ、啓蒙するとしている。カトリック教会は、聖書における守護天使に関する記述は次の通りとしている。あなたには災難も降りかかることがなく、天幕には薬病も触れることがない。主は、あなたのために、お使いに命じて、あなたの道のどこに置いても守らせてくださる。彼らはあなたをその手に乗せて運び、 足が石に当たらないように守る。これらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさい。言っておくが、彼らの天使たちは天でいつも私の天の父のお顔を仰いでいるのである。カトリック教会のカテキズムでは天使及び守護天使について次のようにしている。ベルンハルト・プロックホルストによる守護天使ドイツ265代ローマ教皇ベネディクト16世は、 10月2日におけるサンピエトロ広場に集まった信者へのメッセージで守護天使について次のように述べている。親愛なる友人の皆様、主はいつも近くにいて人類の歴史の中で働いておられます。主はまたご自分の天使たちの特別な現存を持って私たちと共に行ってくださいます。今日、教会は天使たちを守護の天使、 すなわちすべての人に対する神の気遣いの奉仕者としてあがめます。人間の命は、初めから死の時まで天使たちの耐えざる保護に包まれています。天使たちは、勝利の元記載であるロザリオの聖母の冠でもあります。カトリック教会は10月2日を守護天使の記念日とするが、その始まりは16世紀の中盤にかけてみることができる。この日は当初は、 生務日課書に定められておらず、コルドバやトレドのような特定の地方教会で守護天使を記念する日とされていた。教会の暦に入れられたのは、17世紀初頭の教皇パウロ五世の時代であり、任意で記念するものとして入れられた。その当時は、聖ミカエルの祝日の後に来る日とされ、聖ミカエルの祝日の補填的なものと考えられたようであるが、 17世紀後半の教皇クレメント10世の時代に10月2日と固定された日付が設定された。最終的に現在のような守護天使の記念日として定められたのは19世紀後半、教皇レオ13世の時代である。カトリックヨーリの友大六家天使神の灯しび運動本部編、天使伝説バオラジオベティチョピー171から172女シパウロカイ。 ラウドキ10月2日、成人カレンダー、主語天使の祝日、カトリック教会のカテキズム、日本語版日本カトリック司教協議会カトリック、中央協議会教皇ベネディクト16世の2011年10月2日の、お告げの祈りの、言葉カトリック中央協議会、フィースト・オブ・ガーディアン・エンジェルス・カトリック・エンサイクロペディア。ありがとうございます。